皆さん、こんにちは。イバスタの時間です。この動画は、小学校5年生の社会、米作りの盛んな地域の第5時間目の内容です。前回の授業では、米を収穫するために様々な作業が行われていることや、それぞれの時期に必要な作業を行うことが大切なことを学習しました。 本日は米作りの盛んな地域では米作りをしていく中でどのようなことを心がけているかを学習していきます。教科書の68ページと69ページを見てください。文や写真を見ながら三輪さんが水田を管理するときどのような作業をしているのかを書き出してみましょう。 例えば、先生は、水量を調節して雑草を抑えるということを書き出してみました。ここで動画を一時停止して、抜き出したことをノートに書き込みましょう。作業が終了したら、続けて再生してください。 先生はこの作業で抜き出したことをこのように書いてみました。水量を調節して雑草を抑えます。水を張って低温から稲を守ります。玄米黒酢を巻いて害虫の発生を防いだり稲の成長を助けたりします。カモに雑草や 害虫を食べてもらいます。肥料として、堆肥や米ぬかを使います。パソコンやインターネットで情報を得て、農薬や肥料の使い方を変えています。教科書68ページと69ページの文や写真を見てください。 先ほどの学習で農薬や肥料についての内容が出てきましたね。次は農薬や肥料を使うとき、どのような工夫をしているか書き出しましょう。例えば先生は、カモを水田に泳がせて雑草や害虫を食べさせたり、糞を肥料にしたりしているという内容を書き出してみました。 ここで動画を一時停止して抜き出したことをノートに書き込みましょう。作業が終了したら続けて再生してください。先生はこの作業で抜き出したことをこのように書いてみました。カモを水田に泳がせて雑草や害虫を食べさせたり、糞を肥料にしたりしています。 玄米黒酢を水田にまいて、害虫の発生を防いだり、稲の成長を助けたりしています。大肥や米ぬか、もみ殻などを化学肥料の代わりに使っています。農薬は害虫の発生を防ぐ、化学肥料は効率よく栄養分を与えることができるという良さを生かしつつ、 使いすぎないように気をつけています。米作りの盛んな地域では、これらによって水田の水量をしっかりと管理し、カモや玄米黒酢など自然のものを利用しながら農薬や化学肥料を効率よく使う工夫をしています。そして環境のことを考えながらより安心して食べてもらえる米を 作ろうとしていることが分かりました。今回の動画は以上です。